クメール人はカンボジアを中心とする東南アジアの民族。カンボジアの総人口の約90%を占めるほか、タイ東北部、ラオス南部、ベトナム南部などにも住む。身体的特徴では一般に波状の頭髪や体毛の多さといった特徴が比較的多く見られるが、皮膚は比較的濃黄色である。人種的には、 新モンゴロイドとオーストラロイドのネグリトとの根結民族である。6世紀に新郎を建国し、アンコールワットに象徴される壮大なカンボジア文化を築いた。当時の最盛期の人口は100万人以上。アンコールアサは1431年にタイのアユタヤ王朝に侵攻されてとであるアンコールトムを攻略された後、点々と戦闘を繰り返し現在のプノンペンにある。 チャドモックに落ち着いた。この間にかけて、ベトナム人の南進によりメコンデルタ地方の多くで、クメール人は少数民族と化した。19世紀中頃からフランスによる植民地化が進み、カンボジア王国は1887年にフランス領インドシナへ編入された。後に、クメール人主体のカンボジアが完全独立を果たすのは1953年であった。 1970年代はポルポト政権による文化浄化で伝統文化や技術の担い手が大量殺戮された CIA Factbook ク,ク,クセス e s s to j 14-2008ありがとうございます。